ついに囲碁大会の日だね。うん、頑張ろうね。競技スタート。今日はボーボー囲碁主催のジュニアペア囲碁大会がついに開催されました。嬉しいです。またダメです。印象があったね。いや、また次頑張ろう。また1年頑張ってた。どうだった？決勝に行きたかった。ゆきくんは？うちも決勝に行きたかった。二人とも元気なくなっちゃったね。でもよく頑張りました。今週はゴーゴー囲碁杯の決勝トーナメントの様子です。これを飲んでよ、みんな。ちょっといい気分で帰れますよ。子供と打てて本当にペア碁っていいなと思いました。優勝できてとっても嬉しいです。ありがとうございました。おめでとうございます。みんな一生懸命打ってたね。いろんなペアが出ていて、私も見ていてとっても楽しかったです。楽しかったね。今日は寄せをやりましょう。寄せとは囲碁の最後の段階でお互いの陣地の境界線をはっきりさせることです。それではこの図を見てくれる？この黒の陣地はここの境界線がはっきりしていません。白から打って少しでも黒の陣地を減らすためにはどうしたらいいでしょうか。じゃあ、まいちゃんどう？ここ。こう打つと？ここ。断点があるので守ります。そう、これで黒の陣地は10目になりました。でももし白がこう打ってしまうと、黒にここに打たれて黒の陣地が12目。2目の違いが生まれました。今回も寄せの続きです。2つの寄せがある場合、ゆきくんはどっちから打つ？ここ、ここ、ここ両方打つことができたね。こっちから打ってしまうと1箇所しか打てませんでした。さっきと比較して3目の違いがあります。このように黒から打って白が必ず守ってくれる場所のことを先手と言います。逆に黒が打っても相手が受けてくれない場所のことは後手と言います。寄せは先手の場所から打つのがコツです。二人ともこういうの見たことある？ある。これね、棋譜って言うんだけれども、この番号順に盤に石を並べていくとこの対局を再現することができるのね。じゃあやってみようか。はい、何百年前の対局でも棋譜が1枚あればこのように再現することができます。今日は問題をやりましょう。黒線白紙の問題です。みんなも一緒に考えてみてね。ゆうきくんどう？取ります。ここ、これはメガネシートね。まいちゃんどう？ここ。取るとここ、こう打つとメガネしちゃったね。難しい問題なのでヒントを出します。 A、B、C、 この3つの中に答えがあります。前回の続きです。みんな問題の答えは分かったかな？正解は B のここ。もし白がここに目を作ってきてもこう打つ手がうまい手で、これは3つ取られてしまうんですが、ここに黒から取り返す手があるんです。白がこう打ってきても黒はここにつないでいて、この目は欠け目。ということは白の目はここの一つだけになってしまいました。これは白が死にです。この問題をヒントなしで解けたら5、6級の力があると言えるでしょう。
今依田紀元名人と趙治勲王座の間で第27期囲碁名人戦が行われています。今日はその名人戦第3局の大盤解説を鈴木勲七段としています。いつもとちょっと違うのはギャラリーが皆小中学生だということ。プロのタイトルは名人、本因坊の他に棋聖、王座など17冠、女流タイトルを合わせると22あります。タイトルホルダーになることはプロ棋士の大きな目標です。今日集まった子どもたちの中から将来タイトル戦に挑戦するような棋士が生まれると嬉しいですね。今日は布石の問題をやりましょう。今白が三々に入ったところで問題です。黒はこっちから押さえるのがいいのか、こっちから打つのがいいのか、どちらがいいでしょうか。ヒントは黒はこちらを大きな陣地にしようとしています。こちら側から押さえると例えばこのように進み、とても大きな陣地ができそうになりました。反対側から押さえると例えばこのように進み、どこに陣地を作ったらいいのか分かりにくい格好になりました。ということでこちらから押さえたい局面でした。今日も布石の問題をやりましょう。白がここに打ったところで問題です。黒はこことここ、どちらに打った方がいいでしょうか。こう打つと白にこのように打たれてすぐ2つの目ができそうな形になりました。スペースが広いですね。こちらから打つと例えばこのように進み、白は2つの目がすぐにできそうにありません。スペースが狭いです。黒がたくさんいるところに白が入ってきたらすぐに生きられないように厳しく攻めましょう。ねえ舞ちゃん、コミって覚えてる？覚えてる。そのコミがね、この度5目半から6目半に変わったんだよ。どうしてですか？過去の公式戦の結果が黒番の方がはっきり勝率が良かったということ。そして中国ではコミが7目半になり、韓国ではコミが6目半になったということを受けて、日本でもこの度コミは6目半となりました。5目半と間違えるからだと思っちゃった。ちょっと違うかな。秀作の時代にはコミという概念もなかったのに、6目半とは随分大きな違いですね。囲碁のルールも時代とともに変わっていくんですね。